元フォークダンスで茂子坂の受けた高志太郎さんが昨年11月23日に亡くなっていたことが分かった。桶田さんが取締役を務めていた芸能制作プロダクションのホームページに掲載された訃報の全文は次の通り。弊社取締役桶田敬太郎は広く創作活動に勤しんでまいりましたが、昨年11月23日に病により永眠いたしました。なお、葬儀と77日法要は個人の意思により近親者のみで相済ませました。またお別れの会などの予定はございません。ここに故人が生前中賜りました。ご幸運に心よりご礼申し上げます。桶田さんは1990年村田渚さん、2006年に聖巨とフォークダンスで茂子坂を結成し、ホリプロよりデビュー。1991年にテレビ初出演を果たし、そこからテレビ、ラジオ、舞台と様々な方面で活躍した。中でもタモリのボキャブラ天国、フジテレビ系では爆笑問題、アンジャッシュ、カイサリ水魚、現在のクリームシチュー、ネプチューンらと並び人気を博した。フォークダンスで茂子坂は1999年の活動をもって解散。その後、桶田さんは音楽活動や放送作家、構成作家、ライター業などを行っていた。